浅田米子です。ところで今、抱きしめてあげようみたいに言ってた野党の大統領に、あなた方抱きしめてもらってんの。当選せんかったら残念だけど、抱きしめてあげれませんと。いう感じかな。抱きしめてほしかったら当選させる俺を。っていうふうにだんだん魔王みたいになっていくのかな。って言ったら、魔王じゃないよ。魔王じゃないよ。魔王じゃない感じっていうのはね、その一応演劇なのに世界からもう確立されてるから。一方、魔王ってどんな雰囲気っていうのも演劇なんかの世界から確立されてるから。そのどっちかを演じればそのどっちかに見えるわけで。どう見ようが実態は違うわけで。単なる演技です。